はい、おにぎりを食べたい。これちょっとすごい超話題で、またね、もう公務員によるですね、合法殺人でございますね。本当にね、公務員ってね、本当にね、もう何、もうろくなやついないよね、本当にね、公務員ね、一人もね、本当にね、もう何回も言ってますけど、警察官の方ね、あと昨日自衛隊の方ね、取りましたけどね、本当にね、かわいそうすぎますよね、本当にね、おにぎり食べたいってね、すごい、この何ですかね、食べ物の余ってるね、このね、じゃんじゃん捨ててんのにね、じゃんじゃん捨ててんのにね、それで何、あのお米もね、もう私ももうなんかもうお米やっと、でもまだ業務スーパーなかったしですね、これね全部公務員がやってんだからね、もう世の中の全てのことね、公務員がね、もう何もかも公務員がやってんですよ、明治製菓もね、公務員がね許可しなければね、公務員が許可しなければないんですよ、なんかね、このテレビとかも全部そうでしょね、テレビなんか見んなってね、テレビなんか見んなってもういつから言ってんのよ本当にね、まあこれはテレビなんでしょうけどね、だからまあテレビはね、私仮面ライダーも大好きだしね、アニメとかね、映画とかもうね、いい好きなのいっぱいあるからね、あの、このね、何ですか、テレビねの力っていうのは本当に、本当にもう何ですか、もう裏と表ですよね、もういつも言ってるね、いつもね、あの分かっていただけたらなと思うんですけどね、何でもね、まあ、 あの医療だってね、あのいろいろねあれですけどね、いい面もあるしね、はい、あでも今ね、さっきなんか血圧のなんとかかんとかっていうの、それノートに書きましたけどね、松沢っていう人ですね、なんか180を130にしたって書いてあってね、あの平均っていう言葉の嘘っていうことでね、もうずっと言っても平均っていうね、平均なんて嘘だからね、あの、人はみんな違うんですからね、この南エアシュタルレディオさんね、南エアシュタルレディオ全部聞いてくださいね、それで、あのお金は払わない、お金は払わない、誰にもお金は払わなくていいんですよ、もうすぐね、なんか白船っていうのが話題でね、これよく出てくる、もう喋りたいこといっぱいあるんだけど、もう長くなっちゃうからね、本当にね、もう本当にね、公務員ってね、あの庶民のこと考えてないからね、公務員ね、で、あの高市早苗がね、あの話題だけど、あのなんか前からも言ってるね、朝鮮の実ってやってんじゃないですか、朝鮮の実って、これみんなね、みんなやってん、朝鮮の実で、朝鮮の実でツイッター検索してくださいよ、で、だから朝鮮の方が悪いとかじゃないんですよね、だから朝鮮の方は朝鮮の方で集まってね、もう別れた方がいいと思うんですね、明治天皇すり替えね、明治天皇すり替え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 ね、それあのやるのは勝手だから、もう別に私に関係ないから、何やってもらってもいいけど、戸籍でね、もう本当に繰り返しですけどね、おぎゃーって生まれたらね、登録されてね、天皇っていうものを認めないといけないっていうね、本当にね、戸籍っていうもんね、ちょっとね、まあなくしたらいいかどうかはそれはね、まあ難しくなってくるからね、なんですかね、別れたいよ、だから朝鮮の方は朝鮮の方でいいじゃないですかね、別れればいいんですよ、ね、だからこの世界はこの世界でもうしょうがないからこうなっちゃってね、私はお金をなくしたいってずっと言ってますけどね、はい、お金っていうものね、だからもっと違う世界があるわけですね、その文明ね、はい、もう
昔のね過去の文明をね調べれば分かるわけですよ。もっと違う世界があったわけですね。それでこのテクノロジーっていうのはね今のままでいいじゃないですか。そのね原始人に戻る必要ないからね、うん、今までの通りね。俺も、うん、それはなんか最近分かってきた時の超次元ライブでも出てましたけどね、うんうん、はい。それで、はい、まあ、いろんな人に名前言うけど、私もね、うん、いろんな、ナルトさんとかね、海部さんとかね、アキラボーイさんとか、いろんな方の名前言うけど、まあ、払いたければ払っていいけど、お金払わなくていいんですよ。ね、うん、すぐお金払うんだよね。ああ、なんだっけ、ほら。百田さんって人あの人なんかゴルフに転身するとかなんでそれピッてやりましたけどね、うん、自分で言ってんだからねゴルフはね。なんかねなんであんな人支持すんのかねちょっと私ね全然わかんないんだけど、参政党はガラガラって言ってましたね。もうしょっちゅう出てきますね、ガラガラってこれツイッター出てくるんですよ、うん、あんなに人気があったのにねこうもうさっと冷めてね、だからみんなそうなんです。でまた高市早苗にこうブワーってなってね、うん、朝鮮の海で検索してくださいね。ほぼねもうボロボロいろいろ出てくるからね、 LINE とマイナンバーカードが載ってるかとかもうそういうのもう疲れるから、私ねもういっぱいやってきてね、それ追っかけててもねもう本当に自分の人生の時間損するからね。はい、ということでね、公務員って本当に恐ろしいね、これね。うん。働け、働けってね。働け、働けって言ってね。うん。相当責められたんだろうね、これね。うん。で、餓死ですよ、餓死ね。うん。ひどいじゃない？うん。そのくせね、外国人にはほら、飛行機でピーって来てね、3日でね、ほら、どん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 生活保護ね、どんどん上げるね。うん。あとそろ、帰化の申請の紙が話題になってますね。それちょっと雪を出してないですけどね。これ、このシェアニュースジャパンにね、出てますからね。はい。はい、はい。もうね、ツイッター早いですからね。ツイッター見てる人ね。もうツイッター見てないって本当にやばいんだよ。一日ちょっとでいいからね。うん、ちょっとでいいんですよ。うん、どうせスマホ見てんだから。どうせスマホ見てんですよ、電車でね。うん。Wi-Fi 使えるのかどうか知らないけどどうせスマホ見てんだから、どうせ見てんならこういうの見てた方がいいんじゃないですかね、うん、そうするとね、うん、いろいろ知識もついてくるしね、うん、昨日もねあれ撮ったじゃないですか、あれちょっと再生していただけるんですか、コメダコーヒー店、うんね、コメダコーヒー店、店がつくんだよね店がつくんだよ、コメダコーヒー店なんですよ、うん、ね、コメダコーヒー店ね美味しかったですよ、うん、だけどもう本当にねみんなね情報弱者なのね、情報いろんな意味でもう全てね総合力ね情報弱者、この方もね情報弱者なんだよ、もういろんなこと勉強してればこんな公務員の簡単に倒せんだからね、うん、本当にね、はい、はい、もう長くなっちゃう、いやもう公務員はねもう本当にねもうね学校の先生とかねもう学校の先生のなんだかもうエロがいっぱい出てくるんで、毎日毎日もう本当にねもう学校なくせよ本当によ、もうろくなやついないよ本当にね、うん、うん、はい、どうもすいません、失礼します、はい。